皆さん、こんにちは、アドラスです。オールドリパブリックシリーズをわかりやすく短時間で解説する動画となっています。ご視聴の際の注意点として、オールドリパブリックの重要な出来事のみを抜粋、大まかに何が起こった時代なのかは把握できると思いますのでお役立てください。間違った内容の記述や解説がある前提でご視聴の上、ご自身でもお調べください。この解説シリーズを初めてご覧になる方はパート1の視聴をお勧めしますが、今回はこの動画からでも問題のない内容となっております。今回は最初期の旧シス帝国及びシスオーダーの起源について解説したいと思います。早速ですが、皆さんはパルパティン皇帝やダース・ベイダーなど数あるシスをたくさんご存知だと思いますが、そもそもシスオーダーとは何なのか知っていますか？シスという言葉の意味を説明できますか？意外と古くからファンであっても知らないことは珍しくないんです。今回はその疑問をシス帝国の歴史とその起源を通して解説していきます。物語はエピソード4、新たなる希望の100万年前から始まります。まだ旧共和国もない時代、外縁部のアウターリムテリトリーにコリバンという惑星がありました。惑星コリバンには、シスと呼ばれる知的種族が誕生し、大小様々な国へ分裂し、群雄割拠の内乱の時代が続きます。エピソード4、新たなる希望から2万8000年前、アダスと呼ばれるフォースの使い手の男がコリバンを治めることに成功し、王様になりました。歴史上初めてシス帝国が誕生します。シスの魔術を使い生きながらへ、3世紀もの間、コリバンを統治します。そんなシス帝国にある非高度なテクノロジーを有したラカタン無限帝国の特使たちが訪れます。無限帝国の特使たちは、ホロクロン技術をシス帝国に提供しようとしますが、アダス王はラカタン無限帝国の本当の狙いはシス帝国の征服だと気づきます。アダス王は勇敢にシス帝国及び民衆を従え、戦い抜きラカタン無限帝国を打ち破ります。しかし、アダス王は戦死してしまいました。アダス王を失ったシス帝国は、死んでもなお、アダス王に従うアダス派と、新しい王が出現すると考える分離派に分かれて内戦になります。その間も、ラカタン無限帝国が戦争の最中、残していった高度なテクノロジーを利用し、シス帝国は支配領域を惑星コリバンから広げていきます。それに加えて、シス種族は、フォースセンシティブと呼ばれるフォースを扱える人口が増え、ダークサイドへ大きく傾きます。エピソード4、新たなる希望から6900年前、銀河の中心では、ジェダイオーダーに初のダークジェダイが誕生します。ダークジェダイたちは、100年の闇と呼ばれる内戦を引き起こします。ダークジェダイたちは戦いに敗れ、旧共和国、元老院は公開処刑を求めます。生き残った12人に対して、慈悲深いジェダイオーダーは、ハイパードライブを積んだ非武装船で地図に載っていない遠い遥か彼方へ送り出すという、スターウォーズ版島流しを行います。12人の追放者と呼ばれた彼らは闇雲に宇宙に切り出されますが、彼らにも計画はありました。共和国にいた頃、宇宙をさまよった経験のある複数の難民からシス帝国の存在を聞き、独自に調査していたのです。彼らはフォースを使って、シス帝国を探し続け、最もダークサイドが強い惑星を発見します。それが惑星コリバンだったのです。コリバンへ降り立った追放者たちは、圧倒的な力を見せつけ、すぐさま地元民たちの崇拝対象となります。その後に、当時のシス帝国の王を殺して、王の座につき、王はシスの暗黒教と呼ばれるようになりました。しかし、力に溺れた一部のダークジェダイたちは、共和国に戻り、戦争を仕掛けます。それは軽率な行動でした。彼らはジェダイに敗れ、死にますが、ジェダイは当時は未知領域だったアウターリムで追放者たちが、まだ生きていることを知ることになるのです。シス帝国に残った残りのダークジェダイは、シスの魔術を使い、シス種族との交配を可能にしました。このことにより、何千年もかけて、ダークジェダイとシス種族は一つになっていき、
強大な新たなるシス帝国を建国していくことになります。これこそを旧シス帝国と呼びます。なぜシス帝国に旧をつけて旧シス帝国と呼ぶのかについては次回解説するハイパースペース大戦の動画でお話ししましょう。今回のポイントとしては惑星コリバンにシスと呼ばれる種族がもともと存在しシス帝国の原型を築いた。ジェダイオーダーから追放された12人のダークジェダイがシス種族と出会ったことによりシスオーダー及びシス帝国が始まったことがポイントです。今回の解説は以上となります。間違っている点などご指摘は承知の上なので鵜呑みにせずこれを機に調べる、プレイする、手に取って読むなど皆さんもいろいろ挑戦してみてください。ありがとうございました。